おかえり、はじめ社長。おかえりなさい、はじめ社長。いやーもうね、本当に待った、めちゃくちゃ待ってよ、はじめ社長。俺はね、好きな YouTuber さんはたくさんいる。それに尊敬している YouTuber さんって意味でも本当にたくさんいる。みんなすごい人ばっかりだし。でも誰が一番俺が影響を受けて、いろんな動画のカット割りだったりとか BGM の効果音とかも使い方とか、そういうのをいっぱい動画見て学んだのははじめ社長なんだよね。もうそんな三股騒動とかゴルフクラブ折ったとかどうでもいいんだよね、はっきり言って。俺から言わしたら、はじめ社長くらいになれば普通だよ。それぐらい、それくらいできるぐらいの男じゃないとあんなビッグにはなれない。普通の感性で普通の常識にとらわれてる人間があんな面白い動画を作り続けてあそこまでの地位に行けるわけがないだろ。俺はそれを分かってるから、はじめ社長があのスキャンダルになった時に、お前ら何をはじめ社長に求めてんのってなったわけよ。確かに企業とかそういうものには迷惑をかけたかもしれない。でもそれははじめ社長がこれからの活動で全然挽回できるし、償うなんてレベルじゃないくらいメリットを与えることができると思うんだよ。だから俺は本当に休止になった時悲しかったし、いつ帰ってくるんだろうはじめ社長って思って、 Twitter も毎日見て確認してたし、いない間もずっと毎日はじめ社長の動画を見て勉強してました。だからね、はじめ社長が Twitter 戻ってきた時も、おついに戻ってきたかはじめってなったし、昨日動画が上がった時にはもう大歓喜で、もう何回も動画見ちゃいましたよ。やっぱりあ、はじめんだなって思ったね。はじめんがいない間いろんな YouTuber さんが伸びたし、すごい時代になったなって思ってたけど、はじめやっぱりすごい、お前はすごいんだよ。だからそんな気を落とさず、もっと自信持ってこれからも動画作っていこうぜ。俺はそんなはじめんの背中をこれからも追っかけていきたい。目に見えないところでお前を応援してる人はめちゃくちゃいるんだよ。だから本当にこれからも頑張ってほしい。俺はお前を何があろうと応援するし、なんかあればそんなに力になれないかもしれないけど力になるよ。そして未だにはじめんをアンチしてどうのこうのと文句言っているやつ、特に柴田、てめえもなんか休止期間が短いだ？なんだと？他のわけのわかんねえ不倫芸能人と比べてどうのこうのと言ってるけど、てめえあんまふざけたこと言ってんじゃねえぞこら。はじめは別に芸能人じゃねえんだよ。世間に与える影響、それはでかいよ。でかいけどな、十分休んだんだよ。おめえの基準でな、ガタガタと言うんじゃねえよ。文句あったらいつでも相手しちゃうよ。プロレスやってるかなんか知んねえけどな、俺ははじめを守るためならてめえとだっていつでもやってやるよ。そんな感じでね、今日は他の動画を上げるのをキャンセルして、純粋にはじめ社長のリスナーファンとして復活を祝いたく思って動画を撮らせてもらいました。改めてもう一度、はじめお帰りなさい。以上、トウヤでした。バイ。ヒカルオフ会で好きな YouTuber は誰ですかと聞いたら、ヒカル以外の名前答える人ゼロ人説、これを検証していきたいんですよ。やっぱりね、ドンペコちゃんとか、なんかこれポケモン GO のボール投げるやつですね。でも iPhone6 でも対応で、僕 5S なんですよ。つまり